第8章人生という名の問題集 1. 一冊のの問題集としての人生本章では人生という名の問題集ということについて述べていきたいと思います人生に疲れその悩みの底にある時にはどうして自分だけがこんな不幸な生き方をしなくてはならないのかと思う人がかなり多いわけですが視点を一つ変えてみればそこに。 全く違った現状が展開することになりますそれは例えば人生というものを問題集と考え直してみたらどうだろうかという視点です皆さんはともすれば答えばかりを求め探してきたことでしょうがひるがえっていやそうではないのだ実際の人生というものは一冊の問題集なのだと言われたときにどのような考えが浮かぶでしょうか皆さんの目の前に 一冊の問題集が置かれているとします。その問題集の厚みは人によって違います。二十ページの問題集、これは二十歳で人生を終える人のものです。五十ページの問題集、これは五十歳で人生を終える人のものです。あるいは七十ページの問題集、八十ページの問題集と様々な問題集があるでしょう。そしてその問題集の表紙には、 人生の問題集と書いてあり副題として〇〇さんの場合というように皆さん自身の名前が書いてあるのです1ページ目を開いてみると最初に皆さんが赤ん坊として生まれた時の環境について書かれていますそして2歳の時3歳の時4歳の時とそれぞれの年代の時の問題が記されています十八歳大学受験という問題十二歳 就職という問題、27歳、結婚という名の問題、35歳、独立という名の問題、あるいは家族の中での問題、こういうものがたくさん書かれているのです。各ページに必ず何らかの問題が印刷されていて、そのページ数は皆さんの年齢そのものです。問題のないページはありません。このように皆さんの人生そのものが、 一冊の問題集として書かれているのですこれは問題集なのですから自分自身で解かなければ実力がつきませんまたその回答はこの問題集を全部解き終えた後にすなわち地上を去った後に示されることとなっています天上界に帰って初めて答えが示されるそして自分が何点を取れたかが明らかにわかるということになっているわけです こういうい視点を持っった時に、皆さんのの人生はは変わってくるのではないでしょうか。なぜこのような難問が出されるのかと考えることもあるでしょうが難問が出され応用問題が出されるということはその人はその問題を解くだけの実力があると認定されていて難しい問題集を手渡されているということです中学生に小学生用の問題集を与えたところで面白くも何ともありません。 また、大学生に高校生用の問題集を渡したところで、面白くありません。やはり、実力相応の問題集が良いのです。自分の人生を見つめていて、どうしてこれほど難問ばかりが並んでいるのかと思われるときには、よし、自分はどうやら仏に期待されているらしいな。今世において、相当難しい問題を解くことを期待されているようだな。 非常に実力がつくのだなという観点を忘れないでいただきたいと思います皆さんは今問題集のページを見ているのです皆さんの現在の年齢が何歳であれ自分の年齢と同じページ数のところにすり込まれた問題が必ずありますそれと今取り組んでいるのだと思ってちょうど数学の期間の問題を解くような具合にああでもないこうでもないと いろいろな推理をしながら解いていかねばならないわけです 2. 問題集を解く鍵人生の問題集を解くにはさてどうしたらよいのでしょうか実はそのためのヒントがあるのです数学の問題を解く場合を考えてみましょう気化の問題において出発点が何もない状態で果たして解放が見つかるかというと それは難しいいと言ってよいでししょうしかし幾何題には必ず出発点があります幾何学には定理というものがあるのです定理とはもう証明済みであってこの通りであるという命題です幾何題においては定理に基づいて説明をしていく定理からさらに推理を働かせていくということが基本的な手順ですそうすると 人生の問題集を解く場合の鍵は一体どこにあるのかといえば自分以上の人生の達人がどのように生きていったかということにあるのではないでしょうかそういう手本が実は模範解答ではなかろうかと思われるのです数学の問題集や参考書などにも出題と模範解答がありその後に例題が続いていることがよくありますこれと同じで 皆さんの人生にも模範解答がやはりあるのです。それが過去に生きてきた光の天使たち、偉人たちの人生であると言ってもよいでしょう。従って、偉人たちの人生から大いに学ぶという態度が必要です。過去、優れた人たちはどう生きてきたのかということを模範として生きていくのです。それを模範とするために、彼らの思想の書が生きてきます。偉人たちは、 どのような思想を持っていたのかその思想に基づけばどう生きていくのが真実の人生であるのかということを考える必要があるのですさらにこれをもっと純化した模範回答がありますそれが何であるかといえば私が世に送っている「太陽の法」などの理論書や霊言集すなわち「仏法真理」の書物です例えば大川隆法霊言全集は 地上にいる人間の頭でで考えられた内容ではありません。地上を去って数百年あるいは数千年の時間を経てすでに評価の固まった高級霊たちが自らの意見を天井界からストレートに問うていますそして仏から見て彼らの考え方にどの程度の点数がついているかということは明らかにわかっているのです地上にいる時に優れた人と思われていても 実在界に帰ってみると仏の点数は意外に厳しい人もいますその人の地位や名誉知名度だけで言えば高い点数がつくと思えても仏から見れば意外に点数が低かった人もいますしかし実在界に帰り菩薩や如来としてすでに立派に仕事をしてきている人が話す言葉というものにはある程度定評があるのですその点点数が80点か 点点か、か、それは人によって違いますがかなりの高得点をマークしている人たちであることは事実ですそういう人たちが人生の基本について教えてくれているのですしたがってこの参考書を手に取って学び自らの問題集を解いていくという姿勢が極めて大切になりますこのように幸福の科学では仏法真理の学習を非常に大事にしています それは単なる学習のための学習ではありません自分の人生の問題集を解くための参考例を学んでいるのですそして自分の血となり肉となった考え方で自分の人生の問題を考えてみようと言っているわけですこの意味では東海の基本的な考え方の一つとして前の考案のような考え方があると言ってもよいでしょう大川隆法霊言全集の中で ある高級霊がこれと同じような話をしています人間はともすれば答えを求め答えさえ教えてくれればよいという気持ちで同志のところへ来たり宗教家のもとへ来たりするが禅の考案で答えが与えられないのと同様に人生の問題集についても答えは与えられるものではない答えは自分自身が努力によっているものであるしたがってある程度 突き放すことも悟りのためには大事であるすなわち模範解答を何も示されないで「問題集を解け」と言われたらそれはかなり難しいことですが模範解答が示されている現在それを参考にして各人が自分の問題に取り組んでいくことはとても大事なことなのですそうすることによって初めて自分に実力がつくようになってきます学生の皆さんの中には 家庭教師をしている人もいるでしょうが自分の教え子に問題を解かせるときに問題集だけを与えて勉強させる場合と最初から問題集に回答集をつけて渡しておいた場合とでは結果に違いが出てきますどれほど良い子であっても回答集を与えられているとあらかじめ予習をして先に答えを見てくるのですそして教わるときにはこうですああですという答えを言うだけになり 考える力がなくなっていきます。こういう経験をした人も多いと思います人生の問題においても同じです答えを求めたいという気持ちは人情ですが答えを請求に求めることによって考える力がなくなっていくということがあるのですところが人生の教訓に学ぶ時に一番光っているものは何かというと自分自身が苦心考をして見出いた答えや そのための努力ですそういうものこそが光っているものなのですこの努力は他の人に代わってもらうことができませんいやこれは代わってもらうべきではない素晴らしい自分自身の宝なのですこの宝を安易に他の人にあげてしまってはいけません自分自身の宝を大切にしなければいけないのです以上で基本的な考え方について話をしました とにかく「仏法真理の書物」という数多くの参考書を題材にして自らの問題集を解いていただきたいのですそしてその問題が解けた時に今度は他の人の問題集を解くヒントを他の人にあげていただきたいわけですあなたの周りにもいろいろな悩みを抱えている人がいるでしょう自分が勉強してきたことからすればそういう人たちにどのようなヒントを与えれば 彼らはその問題を解けるかということがわかるはずです問題集を解くヒントを周りの人に与えられるような自分となっていくという経験が非常に大切なのですこのような時に魂は本当に伸びています自分自身の問題を解き他人の問題にもアドバイスを与えられるようになってきた時魂は真に成長し進化していると言えるのです 3未知なるものを楽しむ人生は一冊の問題集でありその問題集を解くための参考書は私が刊行している仏法真理の書物であると語ってきましたそして人間は努力によって自らの問題集の解答を見いだしていかなくてはならないそして実力がついてきた時に他の人々の問題集の解放にもアドバイスができるような自分となる それが素晴らしいことであり、楽しいことなのだ、ということを述べました。そこで私は、すぎなる態度も大事であると言っておきたいと思います。それは何であるかといえば、未知なるものを楽しむという態度です。人間は、こういう心境には、なかなかなれないものです。未知なるものは、不安を起こすもの、自らを心配させるものであると考えがちであり、どちらかといえば、 すでに知っているものの方に心は傾いていきがちなのですしかし考えてみればせっかく何百年かに一度あるいは何千年かに一度地上に肉体を持って降りてきているのですそしてさまざまな経験を積もうとしているのです未知なるものが目の前に立ち現れてくることは考えてみれば楽しいことではないでしょうか胸がワクワクすることではないでしょうか 私はそう思います。毎日毎日朝カバンを持って家を出て電車に乗り、会社に着いて仕事をし、またカバンを下げて帰ってきて、夜時間が来れば寝る。このような繰り返しを何十年も続けて、平凡に安穏に人生を終えればよいというように考える人も中にはいるでしょう。また、自分の人生に何か暗いものの影がよぎったり。 信じられないような事態が起きたりしたときにこれは大変なことになったと思いがちでしょうそういうことを避けたい気持ちが人間にはあると思います確かに安全ということ安心ということを中心に生きていけば人生をそのように思いがちですしかし未知なるものを楽しむという心境もまた大事ですその心境からいけば未知なる問題が出てきたときに いいよいよ来たなではどうやってこれを解決するかという思いになりますそういうことをいつもいつも考えていると人生はなかなか面白いものでもあるのです一つの危機が来たり一つの不安事態が来たりしたときによしこれは新しい問題だなどうやってこれを解こうかどうやってこれと対決しようかというように捉えていくことです体力がつけばつくほどまた 精神力がつけばつくほど未知なる問題が出てくると面白くなってきますそしてだんだんワクワクしてきますさらに一歩進めば自ら進んで未知なる問題を求めていくようになりますここまで行くと人生は非常に楽しいもの面白いものとなってくると思いますこうした心の余裕というものを大事にしていただきたいのです安心してて生きていけることばかり 自分の手の中にある方法論だけで生き抜いていけるような問題ばかりを選ぶのではなくて未知なるものを楽しむ難しい問題であってもえり好みしないで挑戦していくという態度が大切ですこれは1年の単位で人生を考えるとするならば毎年毎年自分に新たな問題が降りてくることを喜ぶという考えです今年はどういう人生修行ができるかな どういう魂修行が許されているのかなという思いでそれを待ち構えていてやってきたと思えばさあどうやってこれの解決をつけるか解決法は何なのかと考えそれをわくわくしながら解いていくのですその際自分というものを他のものに置き換えて考えてみるという方法もあります大川隆法霊言全集に登場する高級霊たちの中には 心境や考え方の違う人が色々いますそこである一つの問題があるときに例えば日蓮ならこれをどう解決するだろうかイエス・キリストならどう解決するかカントならどうするだろうか空海ならばあるいはモーセならばあるいは全く違った畑のエジソンならどうするだろうかというように考えてみます女性であるならばナイチンゲールなら一体どうなるか ならどうだろうか紫式部ならどうするだろうかヘレン・ケラーなら一体どうするかということを考えてみるのですそしてどう解決をつけていくかということについてこのようないろいろな方法論思考方法を試していくとき人生はまことにスリリングで楽しくてしようがないという状態になってきますこのように人生に振り回されるのではなく人生を自分の小中に 自分の自由自在な力のもとに置くということが大切です書物を読む時の心構えとして書に読まれるな書を読めとよく言われますが人生も同じであり人生に読まれるな人生を読めということですすなわち人生に使われるな人生を使いこなせということです人生の問題集におじけるな人生の問題集を むしろおじけさせよと言っても良いでしょう。その際に大事なことは、新たな問題、未知なる問題が降りかかってきた時にそれを解決し、ここから自分は魂の糧として一体何を学んだかということを確実に記録しておくこと、記憶していくことです。そして同じ事態が起きた時に、それを以前にかかった時間の十分の一ぐらいで解決していくような方法を取っていくことです。 このようにいろいろな問題から教訓を引き出しそれを自らの心の内なるストックへと変えていくときその人は人生の講談者人生の達人となりつつあるのです柔道などには初段二段三段というように段位がありますが人生こそ総合のスポーツ総合の格闘技ですその意味で人生にも段位が明らかにありますその段位、苦労日を、 どのようにして取るかということがまさしくここに関わっているのですいろいろな問題に直面しその問題を解ききりその問題から学んだ教訓をエキスとして自らのうちに蓄えそれを他の問題へと応用していくことができるときここに人生の講談者が現れてくるのですすべての人に人生の講談者人生の達人になろうと思っていただきたいものです 4最高の人生を生きる本書も最後になりましたさまざまな角度から幸福の科学の基本理論を説いてきましたが私はここに人生の幸福を科学するための方法論があると考えているのです人生の幸福を科学する方法論の集積が本書に盛り込まれた英知であろうと思います要はこれをベースとしてさらにどのように理論を深め 高めていくかそして自らの刀さばき剣さばき弓さばきというものをいかにしてさらに高度にしていくかということが大事なのです本書に盛られた様々な真理は一つの定理であり好理です主として人生の問題集に対する解放のためのルールでもありますそういうルールをしっかりと身につけて間違いのない人生を生きていくことが 人間にとって大切なのですその際に私は最高の人生を生きるための秘訣としてどうしても皆さんに語っておきたいことがありますそれは次の2点です第一点は心が揺れたりまた人生の不安期、動揺期、心配期のさなかにあったりして自分がどうしたらよいのかわからないときにはまず中道に入れということです そのように心が揺れたりまた生活においても様々に混乱が起きたりしている時には中道の精神が失われているといって間違いがないのです極端なことは避け左右の両極端を去って中道にいるここに人生の基本形があります悩みを解決する前にまず中道にいるという思想を忘れないことですこれは特段の問題でない限りその解決については まず、常識的な線から入っていくということです。これが大切だと思います。そして、第二点は、常識の部分、中道の部分からこそ、次なる発展があるのだということです。発展を目指すときに、右の極端に寄りながら発展を目指したり、左の極端に寄りながら発展を目指したり。すると、崖から落ちていくことになります。これは。 人生のの転落者の姿です線香花火のように一時期火花が散って花々しく見えてもやがてすぐ消えていく人が数多くいますこういう人は中道からの発展ということを考えずに左右の両極端から駒を進めて崖から落ちていく人たちですこのようであってはなりません限りなき発展は中道からの出発にあるのです中道にいる そして単に中道に行っただけで満足することなくそこから力強い積極的人生を他人のための人生をユートピア建設のための人生を切り開いていくという考え方が大切ですそうであってこそ他の人々を害さず自分をも伸ばしていくことができるのです中道に行って伸びていく可能性は無限ですそしてこの無限の可能性の中に 他を害する目はありません自分を害さず他人を害さないこの中道の道の中に無限の進化の道が開けているのです単に中道に行ってじっとしているだけでよいのではない中道に行った後の発展を考えよこれが最高の人生を生ききるための秘訣でもあると私は思いますどうか皆さんも中道からの発展ということをテーマとして 最高の人生を生きていただきたいと思います。